皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのレミです。今日も一緒にメンタルケアをしていきましょうということで、本日はですね、減薬のタイミングについてのお話をしていきたいと思うんですけれども、まずね今精神疾患とか心身症とか何かしら病気でお薬をねずっと継続して飲まれている方ですね、基本的に減薬とか、増量もそうですけれども、お薬の調整っていうのは主治医に必ず相談をして、主治医との合意の下で行うように気をつけてください。私のこの動画とかを見て勝手にね減薬したり勝手に服薬したりいろいろしないように、主治医の確認を取ってっていうところをね気をつけてくださいということを前提で、減薬のタイミングのお話なんですけれども、今ねどんなお薬を飲んでるかっていうと、全然変わらず昔と変わらずレクサプロ 20mm、SSRI ですね。あとは、ミルタザピン、レメロンとかリフレックスって言われるお薬、これが 15mm、 それから抗うつ薬、この2つを飲んでいて、でこれ結構ねなんか多くないですかとか飲みすぎじゃないですかとかってたまに言われるんですけど、この処方がなんかねカリフォルニアロケットっていう処方らしくて、難治性のうつですね。私はそのパニック障害とかも併発しちゃってるので、なかなかそういう治りにくい精神疾患の人とかに処方するようなやり方らしいんですね。でこのカリフォルニアロケットっていう処方で、ずっと治療しています。これが2018年から飲んでるんで、18、19、20、21、もう4年ですね。来年で5年目になります。抗うつ薬の方はずっと変わらず飲んでいて、で精神安定剤もずっと飲んでいたんですけれども、アルプラゾラム、商品名だとソラナックスとかコンスタンとかっていうものですね。アルプラゾラムを、精神安定剤を1日3錠飲んでたんです。 0.4 ミリを3錠飲んでたのをずっと2年かけて減薬してたんですよ。で減薬してもう残りほとんど飲んでないぐらい、残りもう 2% みたいな、水溶液って言って薬をその精神安定剤とかのベンゾ系のお薬って、お湯とか水とかに溶かしてね、ちょっとずつ抜いてって、で残りを飲んでいくみたいな、そういう減薬の仕方をするんですけども、それをずっと2年間かけてやってたんですよ。でほとんどそのアルプラゾラムはもう飲んでないぐらいの量まで減らせてたんです。なんですけども、11月ぐらいに大学での勉強の詰め込みやりすぎ、それからちょっと転職活動のめっちゃ忙しくなって、もうそこで一気に体調とメンタルをもうガクンと崩してしまったんですよ。そこでせっかく減薬できていたんですけれども、症状がまたちょっとぶり返し始めたので、再服薬をしたんですよ。で結局もう丸々1錠を朝晩飲むようになったので、ほとんど飲んでないっていうところまで2年間かけて減薬できてたのに、結局再服薬になっちゃったんですね。なので1日今は2錠を精神安定剤も飲んでるんですね。お湯に溶かして飲んでる状態なんですけども、なので結構その時は正直ショックで、2年間もかけて頑張って減薬してきたのに、結局ストレスがかかった時に症状がぶり返してしまって、また再服薬しなきゃいけないっていう、もうそのショックですよね。かなり辛かったんですけども、ここからその減薬に対する考え方っていうのがちょっと私変わってきたんですよ。そもそも私が休職してた時ですね、その時も抗うつ薬と精神安定剤と、あと睡眠薬も飲んでたし、頓服で他の薬も飲んだり、いろんな薬飲んでたんですけども、その時にもう主治医に復帰する前に減薬したいってずっと言ってたんですけども、それはすごく危険だから、復職してで生活が安定してからお薬を減らしなさいっていうことを再三言われてたんです。でそれを主治医以外にも産業医とか、今の現在の精神科の先生とか、計4人の精神科の先生、あとネットでも相談してたので、もう5、6人の精神科の先生たちに相談したんですけど、全員一致で復職して体調が安定するまでは減薬はしない方がいいって言われてきたんです。なので、やっぱり全員にそう言われたらそうするしかないなと思って、復職するまでは減薬せずにずっとお薬を飲み続けていました。胃薬とかをね減らしてったんだけどね。で、復職して、で減薬しようと思った時に結局いろいろあって退職になってしまったんで、退職してからようやくその精神安定剤の減薬をスタートしたんですよね。だけど減薬ができるっていうのは、生活とかお仕事とか全てが安定してるっていう状態
が、まあ、ベースにあるんですよね。なので 2% まで減らせたのも割とその生活とかいろんなものが安定してたからなんとかこう減薬できてたんですよ。だけどやっぱりもともと精神疾患、もともと心身症とか、もともと病気を持っている身なので、何かやっぱりストレスがあれば症状ってぶり返してきたりするんですよ。些細なストレスは結構対処できるようになってきたんですけど、やっぱりあの大きな何かストレス、大きなショックな出来事とかが起きた時に、まあ、ひょこっとね、あの症状が出てきたりします。また不眠気味になっちゃったりとか、また食欲がなくなったりとか、そういうのはやっぱあるんですよ。で、それが自分でコントロールできるんだったらいいんだけども、結局お薬でそういうのを抑えてきたわけじゃないですか。お薬は自分のその生活のこう全ての基盤となるというか、支えというか、守ってくれるもの、お守りみたいな感じなんですよね。それが減らしていってる状態で、やっぱりストレスフルなことがのしかかってきたら、それは体も心もまた崩れてしまうんですよね。それがめちゃくちゃ危険なんだっていうことを再確認させられたというか、うん、で、まあ、たかがベンゾ系の精神安定剤、興奮薬ですけども、たかが精神安定剤と思ってたけど、やっぱりあの症状がバーってぶり返した時に、あ、これはやばいわと思って再服薬して、なんとか症状が落ち着いたので、あ、自分がどれだけ薬に守られてたんだろうっていうのを再確認したというか、実感したんですよね。なのでお薬の減薬ってのタイミングっていうのは、お仕事とかもういろんなことが安定してからじゃないと結局症状ぶり返すよっていうところなんですよね、うん、なので、まあ、今あの減薬を頑張ってる方も中にはいると思いますし、減薬したいんだけど主治医から止められてるっていう方もいると思うし、実際減薬ね、うまくいってる方ももちろんいると思います。減薬もうまくいって普通に働いてる方もたくさんいると思います。なんだけど症状がもう固定化しちゃってるような人ですね、なんか私みたいにもう結構重症化させちゃって、病気を入院とかまでして、もう薬なしだとあの全く生活ができないみたいな、もう私みたいな感じになっちゃってる患者さんの場合は、下手に無理に薬減らさない方がいいよっていうところがあります。薬を減らす時も必ず主治医に相談して、本当に減らしても大丈夫かっていうのを確認してからじゃないとかなり危険なんですね。特に復職とか引っ越しとか転職とか、あるいはこう、まあ、めでたいことでもね、結婚とかめでたいことでも、いろんなその大きなストレスっていうのはかかってきますので、その時に自分が耐えられる力、レジリエンスというか、そういうストレス耐性っていうのがないとまた崩れちゃうし、また崩れた時かにもう一回立て直すのっていうのが結構大変なんですよね。自分をこう守ってくれる土台ということで、お薬はなるべく症状が良くなるまで、で生活が安定するまでですね。例えば私みたいにね、今就職活動とかしてて、あ、結構毎日不安定だなみたいな言う時はもう無理に減らさない。例えばお仕事とかも、今復職したばっかりでちょっと不安定だし、毎日忙しくっていっぱいいっぱいっていう時に合わせて減薬なんてしてたら、もっと不調になっちゃう可能性がありますので、そう、減薬って、まあ、思ってる以上にちょっとずつやれば大丈夫なんですけど、やっぱりいろんな不調が出てくるってことはもちろんあります。なのでまずはその私生活での、まずは体調面での安定っていうのはもちろん大前提ですよね。体調が安定してないのに減薬っていうのはもう絶対に悪化しちゃうので、そこは気をつけないといけないんですけど、それだけじゃなくって、私生活での安定っていうのも目指す必要があって、お仕事が復職したんだったら、その復職した先でのお仕事がとりあえず落ち着いて、体も慣れてきて、なんかフルタイムの勤務もだいぶ慣れてきてっていうところまでなってから、ようやく減薬を考えてもいいのかなっていうところなんですよ。ただなんか個人的に思うのは、私は抗痛薬はもう一生飲んでもいいかなと思ってて、っていうのもやっぱり抗痛薬を飲むのをやめて症状がぶり返しちゃって、日常生活がまた送れなくなったり、また入院っていうのは絶対嫌なんですよね。またあの地獄を繰り返すのはすごく嫌なので、個人的には
最低量とかでもいいから、まあ一生飲み続けようかなとは思っているんです。ただ女性の場合だと妊娠出産とかが出てくるじゃないですか。やっぱりそれを考えた時が本当に減薬した方がいいのかな、断薬した方がいいのかなっていうところもねあると思います。ここは結構難しいところだし、私もすごい悩んでるところなので、なんかまた別で動画作れたらなとは思うんですけど、特にそういう大きなその妊娠出産みたいなイベントとかがないとかっていうんであれば、本当に私個人的に思う意見としては、抗うつ薬のずっと飲んできて、で症状安定しているところに無理やり減薬したり無理やり断薬するしなきゃいけないって思い込む必要はないんじゃないかなっていうところと、どうしても減らしたいんだったら体調と私生活の安定が最優先っていうところと、あとは主治医にね必ず確認を取って主治医から OK もらうまでは無理に減らさないっていうところ、なんか症状が寛解すれば完治ではないんだよっていうところです。何回も私も痛い目に遭ってますけども、症状が良くなって、あ、私もう病気治ったかもって毎回思うんですよね。で毎回思って調子に乗っていろいろ頑張ってまた症状がぶり返してっていうのをよく経験しちゃうんですけども、寛解したからといって病気が収まってきたからといって、じゃあお薬やめて、ね、ピタッと治る、そういう生優しい病気じゃないんですよ。精神疾患っていうのは本当に結構しつこいというか、結構根深いというか、思ってるよりも手強い病気です。なので、あ、治ったとかって思ったら勝手にパタッとねお薬やめて悪化させないように、もうなんなら開き直って一生薬飲んでもいいやみたいな、もう別に一生付き合っててもいいかっていうぐらいまで開き直っちゃった方が心も楽になれますし、お薬を飲むことが悪いことではないというか、薬を飲むっていうことのリスクと日常生活も送れないぐらいひどくなっちゃってボロボロになっちゃうみたいな、どっちのリスクを取るかっていうところなんですよね。私はお薬を飲んででも日常生活の安定とか、それからまあ収入の安定とかね、そういう方を取るので、まあ、皆さんがどう考えるかですけれども、減薬っていうのは本当に慎重にやった方がいいし、病気っていうのはストレスがかかるようなことが起これば再発する可能性っていうのは全然ありえるっていうふうに思っていた方がいいっていうところですね。まあそんな感じで今のね私の状況と飲んでるお薬と減薬のタイミングについてね、いろいろお話をしました。聞いてくださりありがとうございます。ではまたねー。